アイオニック 5N とコンプリートモデルを初公開。1月12から14日まで開催された東京オートサロン2024に、ヒョンでは2024年夏に発売予定の、高性能 EV アイオニック 5N を持ち込みました。そのアイオニック 5N に N パフォーマンスパーツ、プロトタイプを装着したコンプリートモデルの NPX1 も世界初公開まだ販売台数が見込めない日本でコンプリートモデルをワールドプレミアするあたりに時間をかけてでも評価を勝ち取るぞという心意気を感じますアイオニック 5N パイプ日本初公開日本でも販売中の BEV アイオニック5イオニヒ5をベースに ヒョンデの高性能ブランド N によるゴリゴリの高性能チューンが施されたスーパー EV は日本ではこの夏の発売を予定ちなみに N というネーミングはニュルブルクリンクから来ているそう前後の2モーターは合計で 609PS の大パワーを発生最大10秒のブースト時は 650PS 時速 100km、加速3.4秒。最高速度時速 260km と、スーパースポーツ並みの数値を叩き出します。ディスクブレーキ、前は4ピストン仕様。21インチ単造ホイールにピレリ P0 を装着。85kW のバッテリーを搭載し、EV 航続距離は 450km、車内値。 車幅も台形ホイールに合わせて 50mm 拡大しています。1940mm。ブーストモードやトラクションを3段階に設定できるローンチコントロールに加えて、バッテリー熱管理システム。回生ブレーキでブレーキ性能を高める機能とレーシーな装備が満載。また、高性能エンジン車に搭載される8速 DCT。 デュアルクラッチトランスミッションの作動感を再現した NE シフトや3種類の排気音を作り出すアクティブサウンドドリフトオプティマイザーなどゲーム感覚の機能にも注目したいところ韓国メーカーのものづくり感覚の違いにも注目東京アズの屋外会場でドリフト走行のデモを担当した谷口信てる選手によれば 前後のモーターの駆動比率も簡単に変えられるそうで、国産メーカーにはないゲームっぽいものづくり感覚が新鮮です。同じく東京アズで日産がお披露目した高性能 BEV の、アリアニスも写真44から50枚目と肩を並べる存在というか、ぶっ飛び度合いで言えば斜め上を行く存在として注目ではないでしょうか。 NPX1 パイプ世界デザイン初公開 NPX1 は電気自動車専用の N パフォーマンスパーツのプロトタイプを装着したアイオニック5ベースのコンプリートカーこのパフォーマンスパーツをベースにした市販用パーツ開発が進行中なのだとかリアルカーボンのフロントスプリッターサイドスカート リアディフューザー、リアウィングスポイラーに加え、軽量ハイブリッドホイールや高性能ブレーキパッド、ダウンスプリングなどフル装備状態、写真7から8、39から43枚目、インテリアではモノコックバケットシートや、各所に配されたアルカンターラ素材などが目を引きます。担当が撮影している間も、 ヒョンデのブースには20から30代中心の来場者がひっきりなしに訪れ、アイオニック 5N のコックピットに乗り込んだり撮影したりしていました。北米や欧州などではスポーティーでイケてるブランドとして、広く認知されているヒョンデやキア。日本での今後の展開に引き続き注目です。